5周年、おめでとうございますありがとうございますとね、今後ともよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃ、ちょっとスバル最後にはいあの、恒例の最後に来てくれたからパンツの色だけちょっと教えてえ、でもなんか一生パンツの色みんな聞くよ <laughs> あ、じゃ、わかった <laughs> パンツの色いいやじゃあいや、でもいや、れきでいいよ、れきれき今のパンツいつから履いてんの パンツ歴そうそのパンツいつからいつからそのパンツゅえやだえっ待って今はもうほら飽きたんでしょちょっと待って。変態性上がってるってそれはマジで。ダめえでもめっちゃちなみになんすけど、あのもうお風呂上がっちゃったんで、そん時に履き替えたって感じですね。ああ、なるほどね。 じゃあもう、はい、さっき入っ、履いた履き、歴としてはちょっと浅いかもああなるほどねちょ,ちょっと古い方をもらいに行くんで今度ラーメンの時持ってきていただいてそれはちょっとリアルに一回マネージャーに言っときますねあごめ,す <laughs> ごめんなさいごめんなさい !NG 出さないでーち <laughs> のまつり先輩がーってちょっとなんか <laughs> ごめんなさい申しますいやいや、でもわかんないじゃないですか いやオッケーですみたいなじゃあまつり先輩にポンツ渡しときますね最高のマネージャーすぎあるからボーナスあげたうんまねちゃんに託してだからまっちゃんのところにパンツが回ってこなかったらダメだったんだなって思ってくださいそのパンツ届くか届かないかでちょっとあれだあのスバルのマネージャーさんにボーナス渡しとくからそれはちょっとじゃあの先手打ってあのあんまりあの喋らないでくださいまつりちゃん ボーナスはやばいボーナスはいやでもほんとにね、<laughs> うん、なんか5 0年もね、ほんとに、ありがとう。これまでも変わらない,い。はい。素敵なまっちゃん先輩でいってくださいありがとうこれからもよろしく,しろしくラーメンも楽しみにしてまーす全員なんかすいません、こんな終わり際に聞いちゃってい。いやいやいや、ありがとう、ほんとに大感謝。